まずは、てれー祭りせーということでね、一つ目のアップデートが、なんと祭りすが祭りの頭の上に乗るようになりました。てってれーいつでも一緒。どうですか、かわいいよねこれそうそう、祭りすがね、いつでもどこでも一緒にいられるように、あの頭の上に乗せることになりましたので、まああのゲーム配信とか、あの睡眠導入配信とか、まあ、雑談も歌もいつも祭りの気分次第で、あの入れよってできるし、消えろともできるっていうそう、小刻みに震えないの。あ、なんか動くようになるのはまだちょっと先みたい。でもあの動くようにはなりますとのことだったので、ただ今日に間に合わせるために、じゃあ祭りすにはちょっと今あのまだ木工用ボンドで固まってるんですけど、あの今後ね、あのボンドが剥がれると思いますので、そう今はね動かない、今はねただ祭りの頭の上にね静止してるだけなの。ちょっと大きく見せてあげたいな、これどうですか可愛くない、この祭りすの顔超可愛い、マジで気に入ってます。祭りは、はい、可愛いな。 Y が祭りちゃんの上に乗っとうって思ってて、もうどんだけこう祭りがこんなに暴れても絶対に引き剥がれないから愛の力でね、あの引き剥がれないようになっております。はい、じゃああともう一個あるんでちょっと見せたいと思います。はい、いくよ、3、2、1、ドド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 ドーン、どやー、羊ヘアでございます。どう羊ヘアかわいい、お団子して後ろは下ろしてるんですよ羊ヘアのまつりちゃん、かわいいでしょ。そう、わたみーがさ、祭りの通常衣装のさ、あのサイドテールでお揃いになってたじゃん。祭りはね、わたみーとね、こっちでね、お揃いにしていました。こんばんどどどそう、ふわふわだね、でしょ、わたみー感ある。そう、クロワッサンついた。じゃあクロワッサンじゃない、角イメージだよ、羊のそう、なのでね、こんな感じでお揃いをちょっとでも増やしていこうという魂胆でございます。可愛いかろ、下ろしてるとなんかちょっと大人っぽくなるかなって思うんですけど、どうですか、新しい髪型は。うん、大人っぽく見えますか